皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。では今日もバイオミュータント前回の続きからやっていきましょうということでですね、とりあえずはね、この中のソルところにね、行きましょう。ここ、走っていった方が早いか。どこかな？あの中かな？感じ的にね、前回このエリアクリアをして終わったんですけど、ソルいたんでね、やらんとね、サイドクエストをね、ソルのね、ことで行きましょう。レッツゴー！インターネット。お前がここまでたどり着いたことに驚いている。意外な展開や紆余曲折があったのだろうと思っているようだ。どれもなんかいまいちな切り返しの仕方やけど、本はお前がどんな時でもどこか違う世界に連れて行ってくれるそうだ。お前は自分の冒険について最高の物語を語ってくれるに違いない。忘れ去られる前に誰かが書き残すべきだ。お前の物語を読んだ奴は努力して多くの素晴らしいことを成し遂げようと感化されるだろう。世界を救おうと意気込むかもしれない。どちらにしろ物語を伝えずに死んだら何が残る。手遅れになる前に書き残しておくんだと言っている。人生とは図書館のようなものだ。一度では読み切れないほどたくさんの本があるから選ぶ必要がある。その選択こそがお前の本質を語ってくれるという。もっと選べたらいいのだが。まだ先は長い。これからはいいものだけを選ぶことだ。この世界の物語はまだ終わっていないようだ。まだまだ続くことを望みたい。新しい物語に切り替えず、この世界の物語を語り続けようとするお前は称賛に値するという。お前がミリアドと協力しているのは好ましいと言っている。好ましいか。彼らは彼のために読書用のライトを作ってくれたそうだ。お、彼らは確かに明るく、闇を押し返す様は素晴らしいと言っている。この物語にはまだまだ続きがあるはずだな。そんなに心配しない方がいい。暑さでおかしくなりそうな時もある。だから今見たものが現実だとは限らない。彼は平穏さを求めてここにやってきたそうだ。さすらいのブックキーパーの人生には静けさが欠かせない。彼の名前はソル。そういうわけで彼は一人になることを好む。本は特別な運べる魔法だとソルは信じている。本は想像を超えるようなところへ読み手を連れて行ってくれるという。一匹ミュータントってことなんかな。一匹ミュータント。新しく寂しくなることもある。そんなに暑いか。そんなに暑いか。ちょ、なんか、体温、ま、体温取ってるみたいな感じ、感じてちょっとやめとこうと。これでいいか。食事の数よりも読んだ本の数の方が多いくらいだ。前回ここに来た時読み始めた本の終わりに差し掛かったら最後の3ページが抜けているのに気づいたそうだ。最後の3ページについてずっと想像を巡らせているが、想像だけでは物足りないと思ったらしい。ページを見つけなければと言っている。なくなったページが木の葉のように風になびいているのがこの乾燥地帯で目撃されている。彼のためにページを見つけたら彼の魔法のデバイスをくれるそうだ。魔法のデバイス、喜んで手伝おう。お前は原作の作家以来の最大の英雄だと言っている。ソルストレンダースティックスタッフではなくスティック終わりなし。そっか、終わりないか。まあ、ないなと思うけど、あ、やっぱあそこやん。感じ取ったよ、すごく感じ取ったよ。前回行った時なんかなんもないな、あんま落ちたところや。向こうに行ってね、やっちまったか。まあね、エリアクリアしてますから、してますから大丈夫やと思うけどね。
いしょ。おーおーおお、まだ復活していたー、復活していたー。ああ、危ないや。行ってーよ、やめんかい、こら。んたいわ、後ろから攻撃してくんなし、なしなし、しちゃってはないよー。かないよーとか言ってる場合ではないよー。うぃーす。いってー、やめて、やめて、怖いよ、もう。この、変な動きで来るのが、痛いな、だからやめてー。ここからやめー、おぉ、プレイ落ちる。痛いってなるもん。ほら、いすぎやねー。お、ナイスナイス盾、ナイステレ、エネミーの盾。おい。おー、怖いよ。よいしょ。よいしょ。おい。怖っ。マジか。よいしょ。当たるんかい。それ当たんのかい。よいしょ。よいしょ、終わりー。ふぅ。なんとか終わった。いや、怖っ。よかった。どこかな？前、インタラクトロックされてるとか塗ってたところかも。これは近くの扇風機か何かの音だろうか。あー、何が起こんのこれ。なるほどってなったね、今ね。うん、すごく見ろ、あれこそソルが探しているページに違いない。どれ？バランスが肝心だ。この上にあんの？なんだ？ちょっと待って。よいっす。ソルのところへ戻る。戻るの？こっちからちょっとこれ行くのめんどくさいんで、こっちからファーストランから戻りましょう。そういうことしちゃうよね。しちゃうよね。よーし、持ってきたでー。ビーブラ？ボッカボッカ。ソルは、お前が彼より早くすべてのページを見つけられるとは思わなかったと言っている。彼よりって誰より？ソルはトランクのおかげで、観光が飛躍的にしやすくなったと言っている。旅するのはお前だから、彼の代わりにトランクをうまく使ってほしいそうだ。トランクは自分だけでは旅できないような場所に連れて行ってくれたと彼は言っている。とてもいい経験だったそうだ。トランクをしっかり掴んで離さないようにな。出発の時間だ。出発の時間か。トランクをありがたく思っている。彼よりもうまくトランクを生かしてくれたら幸いだそうだ。お前の物語をすべて運ぶ準備は万端だな。ソルはこの暑さから逃れるのが待ちきれないそうだ。また後で。話せてよかったそうだ。よかった。こちらもよかった。よし。ん？飛行倉庫でソルのトランクを見つける。え、あ？なるほど。飛行倉庫でってことは、こちら側になんかあるみたいね。あ、向こう側。わあ！あ、助けてー！沼に落ちた。という夢でも見ちゃったんかな。沼、広かったな。
そこを、そこなし沼やったな。なんやろ、夢にしちゃやばかったな。うん、まあ行きましょう。この辺りの石を見ると、登りたくならない。あれ、さっきもあったってことか。あれバランスが肝心だ。言ってる場合じゃねえ。なんだ、まだ止まったぞ、一瞬。やめてほしい、ほんま。これか。ソルのトランク。アルティメット。ソルのところへ戻る。もう。危ないよ、もう。やめよね。やめよね、おい。困る、ほんま。よし。走っていくぜい。走っていくにゃ。出荷されていくにゃ。あ。こいつやね。トランクはお前の荷物を全部積むのに十分な大きさだ。重要な思い出まで詰め込めるぞ。何も置いていく必要はない。ソルはお前に会えて嬉しいと言っている。お前のような広い心の持ち主はそう残っていないからだそうだ。彼は物語の結末は自分の中に留めておきたいが、それ以外は何でも教えてくれるそうだ。旅先で手に入れたものがいくらかあるらしい。見せてほしければ彼に頼んでみるといい。本は本当に素晴らしい。あるらしい。距離や時間に関係なく、誰かの考えをお前に吹き込めると言っている。それを何と呼ぼう。ソルは荷造りして出発する準備ができていると言っている。お、品物を見せてくれ。雑多物。なんもね。ソル、サイドクエスト完了。お、終わったんかな？これで。ソルのやつは終わっとんね。俺は行こう、ならば。今日で終わるよ。今日で終わるよ、言っとくけどね。何があって。サイドクエストの旅は終わる。ようやくな。フラックルから行った方がいい説がある。ちょっと難しいかな、なんて思っちゃった。おお、ここ装備食品とか、職人とか、いっぱい残っとるやん。まあ、やってから行くか、フラックルのエリア目標ね。ちょうどいい話しかけていこう。そんな、ハグ？店では。そんな、ハグ？ピューピューは終わる。んで、あ、いた。お、なんかいた！世界の終わりのせいで未来がないのに、子供たちを育てるのは心が折れると文句が出るそうだ。だが何匹かのペットを集められれば持ちこたえられるかもしれないらしい。彼らは子供の面倒を見るのに忙しく、ペットにする生き物を探す暇がない。だがお前ならその時間があるのでは。そのペットはどこで見つけられるんだ。奴らは小さくて素早いそうだ。目をしっかり凝らしておけ。このペット候補たちはそこら中にいるそうだ。かき集めるだけでいい。子供たち全員に渡せるだけの生き物が集まればそれで十分だ。生き物が足りないと子供たちが怒ってしまう。怒ってしまうか。あの子供たちを助けられる機会があってよ。お前は皆に必要とされる頼れる友人だと言っている。頼れる友人か。それよかった。見つけてしまったものの末路である。終わらせていきたい。まあこれもね、こういう感じのやつもね、終わらせていきたかったけどね。子供たちがペットを手に入れられてよかった。愛が溢れている。ん？なんだ？子供。
子供のためのスクビップ、なんかうまくいってんけど、多分もともといっぱい持ってたんやろね。必ず気に入るものが見つかるはずだという。装備品商品、ちょっと待って、ちょっと待って、あんまりこういうのいらんな。生体職人やね、やっとね。まさかの話しかけているだけで終わったというオチ、そういうオチが待っていたよね。ああ、またいっぱい遊べなあかんのかな。今日は何かが起きそうな予感がする。レッドゾーンで入手した不思議な品々を。まあこういうのは偉いよな。生体職人、職人じゃない、商人か。商人はどこにある？商人よ、我が元へ集え。我が元へ集え。集ってもいいけど。あと、どうすんねん。この親言ったよね。違う。なって言ったら、って言ったら、どっちなのな。まあいいや。あちゃ。俺は、インタラクトして出れる。どこに寄るんや。いないぞ。あ、いた。こっちや。他ではどこでも見つからないような品。生体商人やから。あれ、ちゃったみたい。は？はってなったの。エリアクリア。オーケー。じゃあ、サイドクエスト。サイド。やっていこう。ん？ちょっとあかん。変なこと言ってしまった。でもね、そうなっちゃうよね。ウェイポイントを設置したいところである、ここ。どっから行けんやろ、これ。なんか、道なりに行けば行け、ありそうやな。向こうに行ければワンチャンあるぞ、これ。あー、無理？前、あんだか入れたよな、でも。無理ですね。無理ですね。あれ？行き方がいまいちわからんっていうオチ。そういうオチよね。何かなんかまだ乗り物あんじゃね？あんじゃねえか？そんな説や、俺の中で、マクトシアカにささやかれつつある。つつある。本当にある。待って、マジで。これ、砂時計の砂がなくなる前に、砂丘を後にしよう。いろんな意味できつい。本当に。おう、何かいる。あ、君か。ジェルホーン氏。もう、逃げないでよ。だから。もう、やりにくいな、こいつ。よいしょ。ああ、何やろ。あった、うわー。のしかかりすんじゃねえ。うまく当たった。ちょっとこいつうざいから。よーし、あぶねえ、ずっとしゃべりそうやった。今日は何かが起きそうな予感がする。そんなわけないよ。何かあるぞ、ここ。あ、いや、人いた。仲間がみんな眠ってしまった。起こせるのはお前しかいないと言っている。下を探索している時に気絶したそうだ。起こせないらしい。引っ叩くと少しは動くそうだ。もっと強く叩いたら起きるかもしれない。引っ叩くと、いや、知らんか。
自分で自分の仲間も叩けないのか。それは違う。誘惑かい。知らないと言っている。そうだ、知らんけどかい。世界に合わなかったようだ。早く行動してほしいと言っている。なかったよ。早く行って、一人一人叩いてくるんだ。一人一人叩いてお前がやらないと死んでしまうぞ。お前だけは救ってやるよ。お前は救ってくれるだろうと思っていたと言っている。思っていたと言っている、モーニングコーありか。目覚まし。目覚まし。いや、インターネットか。ほらほら、起きろありか、これ。あ、何かある。ちょっと面白いな。ちょっと面白いかな。あれ、何かいる。何がいる？あ、下におんのか、何か。よいしょ。あーばよ。よーし。怖いな。よし、パンパンパン。いいね。よし。うまく当たった。ああ、おーっと危ない。後ろ。ナイスポン。麻雀ではない。マージャンやつあるけど、言い回しね。言い回しでも何でもない。おー、割っと。いいね。お、ああ。ここは気をつけないと、抜け出せなくなるかもしれないぞ。キープカーム。そうなの？お、キックトフィありがてえ。どこ行きゃいいこれ。わからんなってきた。これこっちから来たんだよね。ちょっと向こう側も見とこう。なんもないとは思うけど。何かあってからでは遅いか。うん。なんもないっすね。ああ、これは。よいしょ。結構出してきたな。うわ、意外と、意外とというかめっちゃ多いやないか。お前なら使えるはずだ。よし。で、よーし、ナイス。怖っ。よーいしょ。ナイス。よし。おったな。よし。じゃあな。よし。おー、終わり。おー、ベイ、セーフ。あー、危ねえよ。後ろの動作見といてよかった。あっ、これ、クイズ、ここよ。こういうことよね。当たらなければどうということはないのだよ。まあ、よう結構こ、あるけど。結構、当たること多いけど。うん。じゃあな。ふぅ、なんとかうまくいったかな。こういうやつは何も出てる、あ、2個あったんか。だからか。いや、これはわからん。これは知らなかった。向こうしか見えてなかったからさ。違うか。あ、何かある。あ、危ねえ。エルスパックありがてえ。このところ何かあると見た。なんもないか。ないね。これ1個しかねえな。
ナイスバイオ。ナイスバイオポイント。いや、35になってんな。お、ほら、起きろ。ほら。8。8。ここは私は誰おいお前叩くんじゃねえバッファーバッフ。っていうね、寸劇があるとかないとか言われてた。えこれでしっかり掴んでいくんだ。上行くんかな。ですね。これはこうやね。ああ、こいつね。ほら、起きろ。ほら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 、起きろ、ほら。あ、何かある。あ、これでエリアクリアしたね。メッシュブリム。メッシュブリムな。あ、ワラビヘッド。今なら入手可能だ。可愛らしいヘッド。この下かな。この。戻れんなった。戻れんなった。あ？あ？どこっちゃ？あ、これで戻るんかな？あ、戻ってますね。ここには石がたくさんある。いいな。世界にはもうオートマトンは。あれ？お前にまたな？ん？あ、じゃあこいつじゃねえ、こいつや。なんかおかしいな思って。よくみんなを叩き起こしたな。いい叩きっぷりだったぞ。見てたんかい。みんながお前と同じくらいビシバシやってくれたらな。品物を見せてくれ。消費アイテム買っていこう。公正に堂々とな。目覚まし終わる。まさかの。まさかの、ね、サイドクエストでしたね。ちょっとびっくりしたね。